皆さんこんばんは、マリノスケです。今日の動画はストレスが溜まったら子供が寝てから夜な夜な自由時間ということでやっていきたいと思います。まずその前に一本だけ爪がね、車のドアに挟んでしまって折れたんで、簡単な応急処置をしていきます。まずサンディング不要のベースジェルを塗って応急処置なんでね、クリアチップで長さ出しをしていきます。クリアジェル、チップにクリアジェルを塗って硬化していきます。で、硬化ができたらパツンと切って長さ調整をして、本当はね、サイドとかガンガンファイルでこう削っていった方がいいんですけど、もう爪切りでパツンと切っちゃいました。そしてダストを払って硬化して、ここで何ファイルで形を整えていきます。で、ダスト払ってまたベースを塗っていきます。このベースとクリアジェルは私の楽天ルームに載ってるんで、よかったら見てみてください。で、このシルバーはセリアかどっかですね、100均で買ったものです。レジンをね、なんか子供たちがやるときに余ったんで、それをなんかもらいました。で、簡単にクリア感を出したシルバーネイルなんですけど、こちらを硬化していきます。で、しっかりこの固める前に、ダレとかね、ないように気をつけて、しっかり硬化していきます。はい、こんな感じで、出来上がり。あっちゅうま。はい、応急処置でした。そして、こういうことしてるとね、お腹がすくんですよ、夜な夜な。なんで、もう、この日は、何でもしていいんだっていうことで、罪悪感捨てるぞっていう気持ちで、自分が食べたいものを準備しています。パックご飯に、韓国海苔に、お鍋にオイルをさっと引いて、出ました、豚肉。はい、そうですね。韓国料理が好きなんです。なんでちょっとね、冷凍の豚肉を家にあったんで使って、で、ナスもね、冷凍カットして冷凍しておいたものですね、こちらがあるんでパラパラと入れて、アスパラも、カットして冷凍しておいたものがあるんでパラパラとしていきます。ほんで水を張ったボウルにこの冷凍しておいたこのキムチをつけて解凍しておきます。ほんで蓋閉めてほっときます。そしてこのね、なかなか買ったはいいけど全然詰め替えてなかったこちらのね、重曹とクエン酸をお肉焼いてる間に詰め替えておきました。まあ買ったはいいけど、これ多分1週間ぐらい放置してたかな。やっと詰め替えれました。ほんである、程度火通ったら塩パラパラとして胡椒を振ります。塩はね、ちょっとまあ夜なんで気持ち少なめにしたんですけど、まあもう関係ないですね、これね、夜にがっつり食べるから。で、前にオーブントースターで焼ける目玉焼き器ですね、こちらをご紹介させていただきました。こちらも楽天ルーム載ってます、よかったら見てみてください。これに水ちょっと入れてトースターで焼きます。で、あとはほっとくだけで、そうこうしてるうちに豚肉がカリッと出来上がりました。そしてキムチ、こちらもね、ある程度柔らかくなったんで器に移します。で、私結構レンチンしたキムチが好きなんでレンチンします。レンチンしたらね、酵素が減るんで、あまりおすすめではないんですけど、まあ、チンした方が甘みが増すんで、私はたまにチンします。で、最後に豚肉にはごま油かけました。ほんで、パックご飯できました。で、韓国海苔開けます。はい、これで準備完了。夜中の一人ご飯でございます。これはね、もうね、なんやろ、晩ご飯でも別に食べれるんですよ、このメニュー。そやけど、なんやろ、子供たちがいたら、あ、お茶なくなったとか、あ、お茶こぼしたとか、お母さんティッシュ取ってとか、なんかもう一人で満足にご飯食べれないんですよ。やから、もうこの時一人でご飯も炊かずにパックご飯チンして、一人で集中して黙々と食べています。これがね、たまらなく美味しいんですよ。ご飯の上にキムチ、まあたまにアスパラとかナスとか乗っけて、で、韓国海苔で巻いて豚肉と食べるんですけど。ほんでですよ、途中で味変ですね。目玉焼きをご飯に乗せまして。で、またこれまた豚肉とかキムチとか一緒にね、食べるんですね。海苔巻いてみたりね。こう卵と海苔巻くんも最高でしたね。ほんで喉乾いてきたんで、チルソン。ご飯中はね、うちんちはね、基本ね、ジュース飲まないし、子供たちも別に飲みたがらないんですけど、ご飯中は。もう私はね、この時ばかりはご飯中にね、いただきました。はい。もう一人で食べてるから、何もう誰にも邪魔されずに美味しいものを好きな時に好きなだけ口の中に入れられる、この幸せたまりませんね。これ深夜2時ぐらいなんですけどね、関係ない。そんな
もうストレスが溜まったんだ。もう夏休みもう一人で三姉妹をねずっと見てたんで、仕事しながら家事しながら育児しながらもういろいろやってたんで、 SNS もねやりながら、ちょっとねインスタの更新がちょっと途絶えてるんで、近々更新させていただきます。はい。でご飯食べ終わったらお腹もいっぱいなんで、お肌のケアをゆっくりしていきたいと思います。このねママ友さんにいただいたベーキングパウダー、なんやろ、なんか重曹のなんか洗顔らしいんですけど、エチュードハウスやったかな、こちらもらったんで初めて使ってみました。まずその前に、このね洗顔石鹸、これもむちゃくちゃお気に入り、もこれがないと生きていけないって言っても過言ではない。このね私のあの第二のアイテム、化粧水ゲルもそうなんですけど、こっちのこの洗顔もすんごい気に入ってて、洗顔、この洗顔で何顔洗うと肌が柔らかくなってトゥルッとなってね、これもこの洗顔もおすすめなんで概要欄貼っておきます。で動画で今塗ってますね、こちらは初めて使うスクラブ入りの重曹の洗顔で、ママ友さんにもらったんですけど、これなんかおすすめやでって言ってもらったんですけど、確かに良かったです。なんて言ったらいいんやろ、スクラブがねすごい細かい感じがして、洗い流したらねこうトゥルンってするんですよね。なんかなんだろう、洗ったっていう感じがする。そして次、このパナソニックのスチーマーですね、こちらを、どんぐらいぶりやろ、1年ぶりぐらいちゃうかなに出してきました。1年以上経ってるかもしれん。もう使い方もあやふやでした。こうすんやったっけみたいな。でこれをねスチームをこうゆっくり当てて、でしっかりこうね体じゃないや顔が温まってきたら、この拭き取り化粧水で落としきれなかったね汚れを落とす気持ちで拭き取り化粧水で顔を拭きました。でさらに蒸気を当てて、ある程度毛穴が広がってきたなっていうところで、ここに好きなフェイスパックをします。このフェイスパックはなんかあの娘が選んでくれたやつで家にあったんで、これにしてみました。で余った手に余った化粧水とかなんかそういうのは手に塗り込んでますね。で蒸気当ててる間にこのアプリゲームをします。これすごいのよ、私のチームなんですけどすごいのよ、みんなレベルが高くて私ついていけないのよ。自分が作ったチームなのにみんなの方がレベルが高くてついていけないのよ。これはねマッチングとマンションって言うんですけど、これをやりつつ蒸気を当てていってます。こんな贅沢な時間ある？ほんまに最高でした。である程度こう浸透したら、こんな風にね残ったフェイスパックを体とか首とかにも使います。普段こんな丁寧にしない。でせっかくねこの毛穴開いて化粧水塗ったとこなんで、このね水分逃げたらダメじゃないですか。なんでこのメディプラスゲルの化粧水ゲルでしっかり保湿していきます。これはねオイルでもないクリームでもないから、そのなんやろ蓋するっていうんじゃなくって、化粧水ゲルで浸透力を高めるっていうやつですね。なんでそのなんやろオイルなしでいけるし、乳液なしでいけるし、クリームなしでいけるから、これ1本お風呂上がりにこれ1本つけるだけで、こうねマッサージの潤滑剤としてもゲル状なんでね使えるんで、この目のキワキワまでしっかり保湿していきます。さらにねこれねその美容液とか使ってる方は、あのブースター、その浸透力を高める、とどめるですね、お気に入りの美容液をその肌にとどめておくためのブースターとしても使用できるんで、この化粧水ゲルほんまにおすすめです。こちらも概要欄に貼っておきます。よかったら見ていってください。はい、もうすごいんですよ、あの13年ぐらい使ってるんですけど、他の化粧水もねたまに試すんですけど、私敏感肌でね他のもん使ったらやっぱ荒れちゃうんで、またこれに何回も戻ってきて、はい13年経ってますね。もうこれ1本、洗面所からその乳液とかクリームとかもういろんなね家族それぞれ必要なもん置いてたんですけど、もうこれにしてからはこれ1本、ちっちゃいお子ちゃまからおじいちゃんおばあちゃんまでいけるんで、この1本で化粧水いけます。これをしっかり塗っていきました。そしてタオル取って、今日は何しようかな言うて、アイマスクとねあの肩に貼る直貼りを選びました。でこの直貼りは何やろ、寝つきを良くするっていうよりも、あのなんか尖ったイライラを和らげるために貼っています。でアイマスクして寝ます。これも贅沢な日やったわこれ。ほんまにもう一回このこういう日作ろうかな。なんかなんやろ、
寝る時間はね削られるんですけど、こういう時間も大事。おまけいきます。おまけ。あっちゅうまですね。ピーマンカットしなくても筒状にしてミンチ詰めたらいいんですね。つって、いろいろコメントいただいたんですけど、せっちゃん、サンダルめっちゃ可愛いんですけど、どこのですかっていうことなんですけど、これは、お友達に誕生日プレゼントでいただいたナイキのサンダルになります。こちらで合ってますか？はい。そして、いつも思うんですが、IH で包丁使ってて傷ついたり壊れたりしないんですか？こちらはね、心配してくださってんで、めちゃくちゃありがとうございますなんですけど、賃貸だから気にしないのかも。それはない。それはない。借り物やったら余計気にする。冒頭足細ってなりました。何の仕事してるんですか？冒頭にありました通り、ネイリストのお仕事をさせていただいております。で、夏休み期間は三姉妹ちゃん学童ですかってことなんですけど、そんなことないです。ずっと家にいました。長女ちゃんは、部活かな？はい。あと、ワイヤレスイヤホンどちらのですかってって言われてたんですけど、楽天ルームでご紹介させていただいてるんで、楽天ルームよかったら見てみてください。パプリカは洗ってます。これですね。この、なんだろう、Bluetooth、片耳なんですけど、これめっちゃおすすめ。で、シーテルペーパーは、3COINS のやつです。まな板も使うんですけど、まあ、お手間がかかるときとか、ちょっとお面倒が臭いときは、まな板引かずに、こちらの汚れ防止まな板シートを使っています。こちら紙でできてて、裏がツルツルなんですけども、まあ、紙なんで、そんなに強くはないです。以上、